タラのゴーストブツ島なんちゃらなんちゃら、前回の死にかけの続きからやっております。お前さえ死ねばいいんだよ。お前さえ死ねば怖くない。まだいるまだいる、ちょっと待って、死ぬ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 、うわなんだこの始まり方、ダッセー。キャンセルキャンセル、でっかいやつは、でっかいやつは、でっかいやつは、意味があそこ、OK、登ってくるかな、登ってくるかな、デブはあの斧兵、斧兵がうぜんだよ、帰ってきやがった。 OKOK、 よしオルっぽいな。あ、じゃあクマいるクマいる、にぃにぃ、命がけっすよあんたら助けるのに。おい、ウドウキクチャハルタ、無事のようです。どうやって入った？戦に備える。来た。来たぞ。やばい、死ぬ。デブ。よっしゃ、バーカ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 。大変だったでお前、大変なんだよあの人たち、やっとやで。お花火、いつでも来い、門を開けねば。え、お前もうこの声聞こえて、勝ち取れ、いやすごいすごい、よしよし、お前らいいぞ。おい、よいしょ、まだいんの、いやーはー、当たる前じゃ、よし、いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。うるせえ、死んだんじゃ。一体どういうことだ、前回めちゃめちゃ死んだんじゃ、さっぱり意味がわからねえ。どうした、モーコはうまい飯をくれたってよ、それだけじゃねえ、拷問もなしだ。え、そりゃ歌も許すはずだぜ。なんでやろう、やったことを喜べ。だがモーコいいやつ説、どうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれ、
助かったよ。あいつらは俺の全てだ。あ、やっと終わった。大変だったよ今回。マジで大変だったよ本当に。やっぱりちゃんとその本気でなんていうのか、一匹一匹やらないと、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろう、あの逆に時間がかかっちゃうね。影の遠いからこの辺ちょっと移動しよう。こうやってワープできるのありがたいね、遠かったら。いや大変だったらもう死なず最後にもうパートまたいちゃったねまあこれもありか。で技の型、技をちょっとレベル上げたい。小松さん、早く行きましょう。よろしくお願いします。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたは鷹の恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。今からか。始まった。翌日、金田城。お前の甥が我が兵を追います。けだもののごとく八つ裂きにしている。己らのために何をした。心根では分かっておる。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。勲氏、代々対馬を治めているとか。確か先祖以来の城が北にあったんだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間己はここに一人閉じ込め、誉れでも食って上をしのぐがよい。誉れでも食って上をしのぐがよい。数国語。え、ハーンとやるってこと？みんな来てくれるんかな。え、誰も来んの。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待ってくれ。誰も来ないよ。ちつら始まった。ここか。酒井様。タカ、鍵名は助かったぞ。お役に立ったようで。姉の反対を押し切って
御分を祈りに来ました。お前は何しに来たのだ。一人酒はつまらなくて。良い酒を残しておけ。叔父上を救った暁には宴を開こう。それじゃあ極上のものを。はい。あ、先生来てる。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちは。あ、まさこも弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手がいいでしょう。やったやった。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に願えた。おのおの方、潮時です。これよりおじ上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主覚に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから主覚を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それが苦労だ。おじうえがお待ちです。いざ城へ。怒られるんじゃない、こんな。お前誉れしてるなよみたいな。立派だったよ。うまくいくと思う。行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。はい。アクロバティックだな。救います、おじうえ。さあ始まったぞ。先生が物見を仕留めておる。さすがだ。どうしようか。登れないか。うん、危ない危ない。あれか、あっち行かなきゃいけないんだ。イエーマザファッカー。あれ、音でバレるんや。音で。やべ。
よしよしよし。のろしずつ、まず万兵を倒さねば。よし。先生、ケンジとオーテモンの番を心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。よし。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。やった。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。チュハロ、え？どこにいんの？風の肩。まさか死んじゃう可能性あるからな。物資はちゃんと拾いましょう。OK。 ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っ手を行ってください。承知した。抜かるでないぞ。はい。雅子殿も。抜かるなよ。俺が先駆けだ。よしよしよし。お前一人で怖くない。からでしょう。めちゃめちゃ遠いやん。この橋はよく覚えており。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。うん、確かにな。門が閉じてる。
門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。ん？どういうこと？うわお。これ。あ！ああ。あと21分でどうにか親父救出、おじ様を救出しなきゃ。ここだ。ユナの手がいるな。ユナ本当にただの農民ちゃうやろ。炎に住まれた時は丸を2回大変だな。これまずユナを、早く来い。こいつだよ。見て。こいつを攻略しない限りはさ、もう無理だよね。どうすんだろうな。死ぬ死ぬ死ぬ。あら。おじを救うとこまで行けなさそうだな。
誉れの石碑。まだここからか。まあとりあえず待たせるね。備えろ、バンピングおるぞ。なんだよ。来た、変な来た、また来た、こっち来た。やべ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 、逃げろ逃げろユナ、逃げろ。なんとかやってくれユナちゃん。ユナ大丈夫？おう、ユナが倒れた。大丈夫かよな。いらんくない？ユナ邪魔やな。ユナの助け逆にいらんないけど。待たせるね。備えろ、ワッペンがおるぞ。要するにこっからね、こんな感じでた方がいいかもね。ありえんもん量が。無視していいんだよ多分。ユナいるね。オッケー。よし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 。賢い賢い。これだ。あれ。え、いいんじゃないですかね、ここから。入れへんの？クリアしてないからか。いるんだよな、めちゃめちゃチームいるんだよな。
なんつう量だよおい。なんつう量なんだよこの人間。やばい。一匹ずつ減らしていこう。あーやられた。ユナも倒れた。惜しかった。あー惜しい。惜しいな。死に部屋な。バレてないバレてない。一匹ずつやろう。弓打ちや。 OK。 へへへんだ。でっかいやつ倒したいんだよね。おいしょ。気づかれてないよ。槍も倒しておきたい。はい。バレてないバレてないバレてない。体調にあると良くないね。OK。入れれる。弓兵は多分最初にいっとこう。動くか。よし。どうだ死んでいく気分は。ほーらいいんだ。あと2発。うん、誘導してるな。あっちにもいるな。これ入れたら最高だね。よし。こいつ来たか。はい、繊維喪失。できた。お前は怖くないんだよ。おい来いよ。よし。ふん。ここでユナさん来てもらおうかな。最初からそうしときゃよかったな、弓で。すいません、下っちゃって。で、その弓、ちょっとまず弓をちょっとゲットしときたい。ここにあったでしょ。うん、武士か。アイテムも OK。 区内2個。区内でかいね。いや3本。はい、
まだいるでしょ。もうおらんか。うんうんえ、いるじゃん。いないか。オッケーオッケーオッケー。ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死なんじゃないよ。あ。あ、龍蔵？龍蔵。え？クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そうだよ、そうだよ。怖。そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、叔父上にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。あー、龍蔵、龍蔵。龍蔵、ドラマティックだね。龍蔵。苦しめはしない。龍蔵。居合か。もう昔の話。まだ間に合う、まだ間に合うよ、龍蔵。変わったのだな。お前もな、クロード。まさか一発でやられちゃうとかやめてね、龍蔵さん。あ、一発でやられちゃった龍蔵さん、俺に。かわいそう。それはかわいそう。行け。龍蔵行け。もういいよ。まだ間に合う。まだ間に合うよ。優しい。そうだよ。龍蔵。今じゃもうこのもんだ。龍蔵。侍だ。侍がいるぞ。龍蔵、クソだな。次会ったら殺すかんな。それ。どうしよう。それ。それでは、イエス、パートなんちゃら終わります。とてつもない戦いになってきました。次回はここからですね。いやー、ちょっとここでセーブできないのかな。
か今視点角ね、移動できる。え、移動できるかな。今は移動できないってことで、いや、まだ行ってしまうか。ちょっと行ってしまおう。でムービー始まったら嫌だからな。チンハルボ、答えよ。志村殿はどこだ。かなっけなっとるな。ボルトン、よし、これでとりあえずここのとこで終わっときます。